マヌエル・ペレグリーニ、マヌエル・ルイス・ペレグリーニ・リッパ・モンティ、マヌエル・ルイス・ペレグリーニ・リッパ・モンティ、1953年9月16日隊は、チリ、首都サンティアゴ出身の元サッカー選手。サッカー指導者。プレミアリーグのウエストハム・ユナイテッドの監督を務めている。現役時代のポジションはディフェンダー。スペイン語の発音の関係で、マヌエル・ペジェグリーニと表記されることもある。 イタリアにルーツを持つ。サンティアゴに生まれ、で、土木技師の資格を取得して卒業した。その後は CF ・ウニベルシダでチレ一筋であり、センターバックとして451試合に出場して1得点を上げ、1986年には、チリ代表として1試合に出場している。現役引退を決意したのは、当時無名で17歳だったイバンサ・モラーノに、 空中戦ですり負け衰えを感じただからという。1988年シーズン中に CAF、ウニベルシダでチレ監督に就任したが、チームはプリメーラディビション B、2部に降格した。1990年にがチリ代表監督に就任すると、ペジェグリーニが、サラのテクニカルアシスタントに登用され、さらに U-20 チリ代表監督に就任した。 1990年から1992年には CD パレスティーノの監督を、1992年から1993年には CD オヒギンスの監督を務めた。1993年にはチリで人気のあるクラブの一つであるニーベルシダ・カトリカの監督に就任し、アルベルト・アコスタやネストル・ゴロシートラを用したが、1994年シーズンと1995年シーズンに、 リーグ戦で準優勝するのが精一杯であった。1999年にはエクアドルのルドジュ0ト監督に就任し、同年にセリエイのタイトルを獲得した。コパリベルタドーレスでも良い成績を収め、他の南米のクラブのチーム編成者の目に留まる存在とな。ウニベルシダカトリカで指導を受けた、コロシートが CA3、ロレンソであるマグロ監督に、 ペジェグリーニを推薦し、2001年にサンドレンソの監督に就任した。同年のコパメルコスールでは、クラブ初の国際タイトルを獲得し、クラウスウラ2001でも優勝した。2002年に CA リーベルプレート監督に就任し、同年のクラウスウラ2003では、マラドーナ2世に呼ばれたアンドレス・ダレッサンドロラを擁して優勝した。しかし、 ダレッサンドロが VFL ボルフスブルクに移籍したことで、チームの舵取りが難しくなり、アペルトゥーラ2003ではタイトル防衛に苦しんだ。そのシーズン終了後に、ディーベルの監督を辞任した。2004年7月1日、スペインリーガーエスパニョーラのビジャレアル CF 監督に就任した。指揮を取った最初のシーズンには、フアンロマンリケルメやディエゴ・ホルランの活躍で三位に躍進し、 UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。同シーズンの UEFA カップでは準々決勝に進出した。2005から06シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではインテルなどを破って準決勝に進出したが、準決勝でアーセナル FC に敗れた。リーグ戦では7位に終わり、欧州カップ戦出場権を逃した。2006から07シーズンのリーグ戦は5位であったが、 シーズン途中には主力選手であるリケルメと対立し2007年に入ってからはリケルメをベンチからも外したことが論争を呼んだ2007年末にはクラブとの契約を2011年まで延長した2007から08シーズンはロベール・ピレスやサンティ・カソルラをチームの中心に据え FC ・バルセロナを上回る2位でシーズンを終えた2008から09シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではグループリーグを勝ち抜き決勝トーナメント1回戦でパナシナエコス FC を破って準々決勝に進出した。準々決勝では再びアーセナルと対戦し2試合合合計1から4で敗れて敗退した。リジャレアル在任期間中には56.67%の勝ち点を獲得しペジェグリーにはバンデルレールシェンブルゴ、レアルマリード 勝ち点獲得率69.52%に、ついで、過去25年のプリメーラディビションで2番目に成功を収めた南米出身監督である。2009年6月1日には、ビジャレアルがペジェグリーニの退任を発表し、6月2日には、レアルマドリードが公式に、ペジェグリーニと2年契約を結んだことを明らかにした。ビジャレアルからは、フィジカルトレーナーのホセカベジョ、 ヘッドコーチのルベン・コーシー・ジャスも、レアル・マドリードのスタッフに加わった。再就任したフロレンティーノ・ペレス会長が初めて選んだ監督となり、もし UEFA チャンピオンズリーグで優勝したいのならば、世界最高の選手が必要だと述べ、就任から数日後には、AC ・ミランからカカを獲得した。2009年末の移籍期間中には、マンチェスター・ユナイテッド FC に移籍金8000万ポンドを、 支払ってクリスティアーノ・ロナウドを獲得し、オリンピックリオンからカリム・ベンゼマ、遺跡金三千万ポンドを、リバプール FC からシャビア・ロンソ、遺跡金三千万ポンドを獲得した。期間中に支払った遺跡金の総額は約二億ポンドとなった。七月二十日に行われたアイルランドのシャムロック・ローバーズ FC との親善試合が初再配試合となり、87分のベンゼマの 得点で勝利したが、ペレス会長にこの試合のプレースタイルと選手の疲労具合を批判された。7月には就任後初となる大会、ピースカップに挑んだが、準決勝でイタリアのユベントス FC に1-2で敗れて、ベスト4に終わった。2009から10シーズンのリーグ開幕戦はデポルティーボ、ラコルーニャとの対戦となり、3から2で勝利して初勝利を挙げた。10月27日、 コパデルレイのラウンド16では、セグンダ・ディビシオン B、3部に在籍するエディ、アルコレコンに2試合合計1から4で敗れ、早くも大会からの敗退が決まった。2010年3月10日には、再度打撃を受けた。UEFA チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦で、フランスのリオンと対戦し、2試合合計1から2で、敗れ去った。この敗北の後、 ペレス会長はペジェグリーニ監督に最後通帳を突きつけリーグタイトルを獲得できなければ解任すると警告したリーグ戦では38試合でクラブ記録の勝ち点96を獲得したが勝ち点99を稼いだ FC バルセロナには及ばず2位に終わった2010年夏には幾度も解任の噂が流れ5月26日に解任されて ジョゼ・モーリーニョが公認監督に就任した。しかし、もし、モーリーニョの昇平に失敗した場合は、ペジェグリーニョを留任させる予定であった。解任の際には、ペレス会長とは2009年8月からまともな話をしていなかったことを明かした。2010年7月22日には、ハビエル・アギーレ監督が辞任したメキシコ代表からの監督就任オファーを受け取ったが、 この申し出を断った。その直後には、イングランドプレミアリーグのリバプール FC がペレグリーニの監督登用に興味を持っていると報じられた。さらに、8月には、日本代表監督候補にも名前が挙がったが、交渉はまとまらなかったと報じられている。日本代表監督選定を担い、ペレグリーニと会談した、日本サッカー協会技術委員、長原博美によれば、 ペレグリーニ自身は日本代表にも興味を示していたが、チリ代表監督が空位となりそうだったマルセロ・ビエルサ監督の退任が囁かれていたことが影響して代理人との交渉が進まなかったという。結局、2010年夏にはどのチームの監督にも就任せず、11月5日になってスペインのマラガ CF と3年契約を結んだ。マラガは会に定名し、 ジェズアウド・フェレーラ監督が解任されていた。11月14日のレバンテド戦が、初再敗試合となり、ホームのエスタデオラ・ロサレーダで1から0で勝利した。2013年6月14日、ロベルト・マンチーニの公認として、マンチェスター・シティ・ FC の監督就任が決定。契約は3年間。新たに、FC ・シャフター・ルドネツクから、フェルナンジーニを、 アッコフ・フィオレンティーナからヨベティッチ、さらにセビージャ FC からヘッス・ナバスとアルバロ・ネグレド・オスカットに加える。新戦力のほか、ややトゥーレが MF ながらチーム内トップの年間20ゴールを挙げる活躍を見せて就任初年度でのリーグ優勝を成し遂げた。プレミア初挑戦でのリーグ制覇は09から10のカルロ・アンチェロッティ以来となった。また彼自身も 欧州の主要リーグにおける初のメジャータイトル獲得となった。UEFA チャンピオンズリーグでは、クラブ史上初のグループステージ突破に導くが、決勝トーナメント1回戦で、FC バルセロナに2試合合計1の4と敗れ、敗退した。しかし、国内戦では、リーグ最多得点の攻撃サッカーでチームを、フットボールリーグカップとプレミアリーグの2巻を、達成した。 翌年2014から15シーズンは FC ポルトからエリアガン・マンガラやフェルナンドを獲得しただけでなくフランク・ランパードやバカリサニャといったベテランもチームに加えた。しかし開幕早々からジョゼモ・オリーニを率いるチェルシー FC に独走を許し最終的に2位でフィニッシュした。しかし FW のセルヒオ・アグエロが26ゴールを挙げてプレミアリーグの得点王に輝きた。 UEFA チャンピオンズリーグでもグループステージを突破するも2年連続で FC バルセロナと対決し2試合合計3から1で敗れる。2015から16シーズンは約2 0 0億円を使いリバプール FC からイングランド代表 FW ラヒームスターリングさらに VFL ボルフスブルクからケビンデブライネバレンシア CEF から ニコラス・オタメンディなどを獲得するも負傷者が相次ぎ、さらにシーズン中の2016年2月1日、2016から17、シーズンからジョゼップ・グアルデオラが監督を務め、自身が今シーズン限りで退任することを発表してから、チームは失速していき、最終的にリーグ4位でフィニッシュした。しかし、フットボールリーグカップは決勝で PK 戦の末、 リバプール FC を破り2年ぶりの優勝を果たす。UEFA チャンピオンズリーグでは、グループステージを首位で通過。FC ディナモキエフ、パリサンジェルマン FC を、破りクラブ史上初のベスト4に駒を進めるも、レアルマドリードに破れ敗退。事前に発表していた通り、このシーズン限りで退任した。2016年8月27日、中国サッカースーパーリーグ。 火北か夏幸福属級クラブの監督に就任することが発表された。契約は2018年末までだったが、2018年5月20日、シーズン途中でクラブと合意の上契約を解除した。5月22日、2018から19シーズンから、プレミアリーグウエストハムユナイテッド FC の監督を務めることが発表された。 テレグリーニの試行するサッカーは、超攻撃的なポゼッションサッカーである。攻守に、隙のない陣形で、超短のパスを織り混ぜながら、素早く、かつ幅のある攻撃を展開し、FW には、オフ・ザ・ボールでの動きの良さ、パスのオプションを確保するために、目ざといスペースへの動きが求められる。選手の配置については、マンチェスター・シティ・ FC では4から2から3から1と、 4から4から2を使い分けていた。いずれも指導者として楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。